はい。皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。記念すべき100回目の音声日記にして、チャラいトピックだと思われるかもしれませんが、物販とも共通して言えることが多々あるので話をします。自分、20代の頃、韓国20回以上行ったんですね。理由は、韓国語を勉強していて、今も少しは話せるんですが、それは建前です。本音は、韓国人の女の子が可愛くてしょうがなかったっていうのが理由です。 で、実際に何人かの方とお付き合いすることもできたんですが、その時にすごく感じたことがあって、その感じたことっていうのが、対中国人に関しても同じだし、対ビジネスに関しても、特に国またぎでビジネスやってる方っていうのは大切なことだなって、今更ながら感じるので、そのことを共有したいと思います。 日本だと、維新伝信だとか、そういった言葉もあるくらいで、どちらかというと、陳志目をしてる方が美徳だとか、男らしいとか、かっこいいとか、やっぱりそういう発想あると思いますし、ビジネスでも、まあ、京都でお茶を出したら帰れっていう合図だ,だとかね、本当か嘘かわかんないですけど、そういった直接言わずに間接的に何かを表現したり、言わなくても言わずもがななんて言葉ありますが、言わなくても相手にそこを察知していただいて、 こちらの意図を組んでいただくなんて言い方もありますよね。でも、これって、対韓国人の方、ジッパ人からげに言っちゃいけないし、中国もしかりなんですが、自分がお付き合いした方、一番初めに付き合ったのがソンヒって子で、二人目がユーソンって子だったんですけど、その相手に対しては、日本のやり方だったら全然ダメだったんですよね。自分はこれがかっちょいいと思って、ちょっと、 真摯目をしたり、言いたいことも言わなかったりだとか、そういった態度で言ったらいけるだろうと思ってたんですが、全然違ったんで、相当良い意味で改善されました。だから自分は、これ別に韓国人だからってわけじゃなくて、男性ってやっぱ女性に育ててもらう生き物なんだな、 って感じたんですよ。それは小さい頃生まれてからお母ちゃんのおっぱい飲んで育ってきたってこともそうだし、やっぱり思春期迎えた後も、結局その女性とね、恋愛して、まあ言うてもガキンチョですわ。そのガキンチョの自分を育ててくれるのは、まあ女の子に振られたりだとか怒られたりだとか、そういうことを繰り返していきながら、自分自身はどうやったらかっこいい男になれるのかっていうのをマジで考えていくと思うんですね。 で、それを繰り返すことで男性ってようやく成長できる生き物なんじゃないかなと、個人的には思いました。このテストステロン太郎の黒沢はそういうふうに思いました。韓国人の人に、まあ好きな子がいたら、好きだって伝えるんですね。まあ韓国語の標準語だと、ポゴシッポって言うんですが、会いたいとか、あとはまあサランヘっていう言葉もありますよね。有名な愛してるって言葉もありますし、あとはチョア、好きとかいいとかグッドとかそういう言葉もありますけど、まあとにかく伝えるんですよ。 で、昨日メールしたから今日はやめとこうだとか、あんまりメールしつこくするとストーカー呼ばわりされそうだから、ちょっとメール控えとこうって日本人の感覚だと思うところでも毎日ガンガンメールするんですよ。中国でもそうですよね。好きな子がいたんなら、チファンラマとか、飯食ったっていうのがまあ普通の挨拶なんで、チファンラマとか、まあ母をしゅばとかゆ、ゆっくり休んでねとか、 日清空はとかお疲れとかそういったのガンガン送った方があ、この人自分に気あるんだっていうことがわかります別に恋愛だけではなくってコミュニケーションとか自分の思いを伝えるはっきりと相手に物を言うで自分が嫌だったら嫌だっていうそういうことに関しては自分韓国人から学んだんですよね特に韓国人の彼女だとか友人たちから学んだっていうことがあるんです皆さんが 商品をリサーチして、買い付けの注文書を書いて、それを代行会社に出しますよね。で、代行会社の社員さんっていうのは日本人が対応してくれるとこ多いですから、そこまではいいんですけど、実際作業するのって現地の中国人のおばちゃんとかなわけですよ。で、その人たちに自分の気持ちを伝えるのであれば、はっきりと細かくしつこいぐらいに指示を書く必要っていうのがあって、日本だとそう,いうふうに書いたら嫌われちゃうんじゃないのかとか、毛嫌いされるの、 じゃないのかっていうふうに思うかもしれないですけど、私が今まで、対代行会社に関しても、対中国人に関しても、まあ、対韓国の人もそうなんですけども、やり取りしていた結論とすれば、はっきり伝えないと逆にわかんないっていうのがあります。発言しないっていうのはいないと同じっていう言葉があって、それなるほどなって思ったんですが、その理由は、やっぱりそれまで、 そのネットビジネスやる前に韓国の人と付き合ったり、韓国何十回も行って、20回以上行って、いろんな人と交流していて感じたこととも一致したからなんですよね。自分がそう思ってんならそう伝えた方がいいし、その人に会いたいなら会いたいって言っていいし、例えば中国語だと、wo, shan っていう言葉もありますけど、とにかく、まあ I、I miss you って意味ですよね。I want to see you みたいなあ。あなたに会いたい。そういう言葉も、もうガンガン言って、 ってかないと意味ないんですよねでそこでなんて言うんでしょう技巧的になんか考えて遠距したね考え方持つ必要って全然ないと思うんですよもう好きなら好きこういうこと言いたいなら言いたい嫌なら嫌 はっきりと指示するなら指示する。きつこいぐらいに指示する。例えば A 商品と B 商品をセットにしてくださいって場合、特に B 商品が袋だったとしますよね。梱包袋。OPP 袋じゃない梱包袋。例えば巾着袋みたいなものだったとしたら、A という商品を B という巾着袋の中に入れた上で OPP 袋に入れてほしいのか、A という商品を OPP 袋に入れて、B という包装の巾着袋も OPP 袋に入れて、これをさらに一つの PP 袋に同梱して欲していのかそういった細かいところも全部指示していく必要あるんですよ。 だって言わなきゃわかんないじゃないですか。で、我々のこういう風にしてくれるだろうっていうのはただの楽観的な予測。そこには根拠が存在してないんですね。で、しかも国またぎだと、日本人だったらこうするっていうのは中国人に通用しないことって少なからずあります。それは対韓国だってそう。だから自分たちがどれだけはっきり言うかっていうのがものすごく大切になってくるっていうのを、もう重々腹に落としていただいて、 物波を行っていかないと、そうなるとは思わなかったってことが、もう少なからず起こります。で、それ誰が悪いかっていうと、自分たちの気持ちをはっきり伝えなかった我々が悪いんですよね。しっかりと自分の気持ちを伝えていくっていう流れにね、進んでいった方がいいんじゃないのかなって思います。結論、自分は、やっぱり日本人の方、ジッパ人からげてね、言えないですけれども、やっぱり、 中国や韓国のはっきり言ったらそれなりにキャッチしてもらえる人っていうのはめちゃめちゃやりとりがしやすいんですよ。それはビジネスもそうだし、交流もそうだしね。で、そういった部分っていうのをぜひ利点と考えて、まあはっきりと言ったらそのまま伝わるし、ダメだったらダメって言ってもらえるわけですから、まずは自分の要望をガンガン言う。これいくら2000元、いや600元だろうみたいなとんでもない駆け引きをやってたりするんですよ。平気で5分、10分。 だから、自分の要望をお互い伝えて、そっから歩み寄っていけばいいだけで、まずは自分の要望をはっきり伝える。で、よく生徒さんで、こういう梱包ってできるんですかねって、講師の私に聞き方いるし、もちろん、心配だから聞かれるっていうのは間違っちゃいないんですけど、一番手っ取り早い方法は、私に聞くよりも、こういう方法でやってくれっていうふうに代行会社に伝えることですよね。 実際直で伝えるのが一番楽です。だってそれで代行会社が判断してダメって言われたら、じゃあこういうのだったらどうかとか、じゃあお金を払ったらどうかとか、そこで交渉が始まるので、そこに関してもなんか、遠曲、 したような、遠回りに話すんじゃなくても、直接自分がまずやりたいことできるかできないか、相手がどうなのかは知らんけど、自分はこうしたいんだってことを伝える。それこそが、物販の一つの要になってくる。特に国またぎで物販を行う人間にとっては、そういったもうストレートに、そのまま伝えるってことが、非常に大切なんじゃないかなっていうふうに思いました。本当に、孫、え、悲、ー、さん、ユーソンさん、 本当にありがとうございました。色々と学ばせていただきました。敬礼。